成田空港にまつわるあれこれを紹介するなるほど成田空港。前回に引き続き今回も成田空港から LCC で行ける街をテーマに宮崎の魅力を発信。後編ではおすすめ観光スポットを紹介します。この番組は成田国際空港株式会社の提供でお送りします。宮崎では久留米だけでなくパワースポットとして有名な青島神社や鬼の洗濯板などの絶景を楽しむことができます。青島着きました。海が綺麗です。都心では味わうことのできない南国感が感じられリゾート気分を満喫することができました。成田空港の公式 YouTube チャンネルでは宮崎の魅力を発信しています。またフォトコンテストも開催していますのでぜひご参加ください。おすすめ観光スポットの詳細は成田空港宮崎女子旅で検索、もしくは QR コードからアクセスしてください。皆さんもぜひ成田空港から宮崎に足を運んでみてください。